三門教師は、中華人民共和国河南省に位置する地球市。洛陽の西方に位置し、老海千円線における重要な都市である。三門教師は、高賀最大の三門橋ダムが建設されている。三門橋の地名の由来は、伝説によると夏王朝の創始者の宇賀神尾野を用い、鉱山を切り開き、尾西と人石で川の流れを三つに分け、一門、新門。 気門の三つの峡谷を作ったことによる、ギドロプロエクトの協力による三門橋ダム建設に伴い、神石と鬼西は堤防の基礎となった。三門橋下遊河センターでは一つの巨大な石が川の中に直立し、黄河の猛烈な流れを受け止めている。数千年の長きにわたり倒れていないので、支中山と呼ばれ、中国の古事生後、中流市中の語源となっている。 三門教師は河南省の西部に位置し、河南省、山西省、泉西省の小境がある。三門教師は東に洛陽市、南に南陽市と接する。三門教師の地勢は南西が高く北東が低い。大体標高300から1500メートルの間に位置し、霊峰市にあるろうやの標高は2413.8メートルで、 河南省で一番高いところである。山門教師の総面積は1496平方キロメートルでそのうち、山間部が54.8%、丘陵は36%、平原は9.2%を占めている。山門教師の気候区分は、内陸性気候に属し、年平均気温は13.2度、年平均日照時間は2354.3時間。 平均日照率は51%、霜が降りない時期は184から218日、年平均降水量は550から800ミリである。黄河以外にも、落河、高能川、老寒河の3つの大きな川が流れており、多くの支流を持ち、黄河あるいは、長江の水系に属する。紀元前21世紀から、 紀元前11世紀頃、夏、陰の支配の中心地域であり、時代が下り、週の頃になると西に属した。春秋時代前半は西、後半は進むに属し、その後、藩、旗、儀の三国に分割支配された。真の時代になると、三河軍が設置された。前漢の時代には、カナ南府と改められ、武帝の時代には、河能軍が設置された。 北儀の時代以降、明、清に至るまで一貫して、先州が設置された。1957年3月国務院は、昇格誌として三門教師の成立を認めたが、1962年には、地滑研究誌に改められた。1986年1月、国務院は地球誌への昇格を認めた。西勝区に研究、市に県を管轄する。 先週戦区三門橋、四三門橋、四三門橋市の交通は便利である。老海鉄道、国道3 1十号線、国道209号線といった交通幹線が市内を通る。ありがとうございます。